ごめーでしょ。これでも可愛いポイント言っちゃうからね。私そういうなんかほら自分のこと売り出すのやめてよ。何言ってるの。大事大事大事。どさくさに紛れてなんか、はいよ、小学校の頃とかさ、こう自分が好きになっちゃう男の子とかいるわけでしょ、はい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 、その子がたまにくれる消しゴムのいらなくなったこう端っこのカス、ボロリ取れちゃった部分でしょ。消しゴムのカス、消えると折れちゃうじゃない。折れる折れる、折れちゃうじゃない、うん、でこういらなくなってあげるよって言われたやつでも宝物にしちゃうタイプ。あーなるほどね。いやどうなんだろうね。ゴミじゃん、無理だよ。だから私共感できた、そこらへん。だってカイロとか一番なんかゴミ処理に困るやつじゃない。でもさ、いや怖い怖いとか分かるとかいろいろあるけど、うん、女の子は本当に分かれると思う。そうなんだ、まあ、そういうのでも大事にしちゃう。だ、だからそれ一番聞きたいよ。その小学生の時もらったその消しゴムとかでしょ、うん、もうがっつり大事にして筆箱の端のあのほらあ何ちっちゃいスペースに入れておくよね、うん、入れておく入れておく。だからね、でも男の人はやっぱあんま分かんないのかな、こういう女心、うん、だからね、ここにねどんな時に聞いてほしいって書いてあるけど、うん、どんな時に聞いたらさ、なんかこうキュンキュン来るんだろうね。確かに、うん、どうなんだろう。だから結構ピュアな女の子の曲ですよ、うん、ここ言ってしまえば、掘ってしまえばね。だからもう男の人に勧めるとしたら片思いしている人に、うん、なるほどね。そうだ、男の子がってこと、うん、男の子に勧めるこの曲を勧めるとしたら片思いしている時に、うんうん、もう女の子ってこんなピュアなんだよって、もうさらに夢を見てほしい、うん、あーなるほどね。さらに夢を見てほしい。なんていう言い方をするの。でもなんか女心をちょっと分かってほしいよね、あれを聞いてね。女の子は好きそうだね、でもこの曲は。そうだよね、綺麗事だけじゃないから女の子も共感できると思う。やっぱり明日あたり喧嘩してしまえとか言ってるし。ちょっと待って、そこに共感できた。怖いよ。私はそこに共感できた。ひーちゃんがいると怖いんだよね。だってさ、なんか怖いんだよね。だからそんな綺麗事ばっかり言ってらんねえよこの世の中。さすが三宅さん、なんか荒れてくるよ、まあ、そうだよね、綺麗事ばっかりじゃね、うまくいかない、そうだね、ふざけんじゃないよ、まあ、私が言うとちょっとよくわかんない喧嘩の方向いっちゃうからさ、あれだけど。なるほどね、まあそっか、ね、じゃあ次衣装ね、今回衣装めちゃめちゃ可愛いですけど、可愛い、うん、なんか